茨城電気株式会社は茨城県水戸市に存在した電力会社である。1905年10月31日に資本金12万円で前島ダイラーが設立した。日本で初めてサクションガス力発電を行った企業である。他にも茨城県内を流れる九じ川水系、川尻川水系の河川で電源開発を行い、水力発電所を運営した。 1921年9月1日に、多賀電機と合併し、茨城電力を設立した。1908年当時の茨城電機本社と見とたい、一発電所創業者の前島平成1897年、当時茨城県知事であった、小野田元博氏は、茨城県の産業発展を進めるために、地元の有志を引き連れと木群馬の産業視察を行った。小野田は特に、 足を日光の水力発電所を見学させるという意図があった。一行の中には大田町の前島平がおり、視察中水力発電所に関心を抱き、熱心に調査を行ったという。前島は、その後、阪神、静岡の産業視察を行い、両地方でも水力発電が発達している様を見て、電気事業を協議に起こしたいと考えるようになる。前島は、 大田町に戻り、小林彦衛門、西野次郎兵衛、高和秀次郎、小泉玄三郎、前島宗介、立花の右兵に、電気事業の重要性、将来性を説く。1904年8月、前島大らは7人組を集め、茨城県を訪れていた、野口下側に、水力発電に関する話を聞く。前島は、 自身が見定めた水力発電所の候補地を野口に伝え、調査を依頼する。調査を行った野口は、同地で3 0 0ットの発電が可能であり、12万円ほどの経費で発電所が建設できると伝えた。前島はこれを聞いて九字川水系里川の水利利用願いを1904年12月30日に、茨城県知事に提出する。資金調達を始めるべく、 前島は、金融方面に明るい、住友銀行の加納とものすけに相談を行った。前島は、加納の紹介で二人の技術者を招き、技術的調査をさせた後に設計書を作成した。発電力は3 0 0ット、送電圧は1万 1000V、走行時費は16万円という見積もりであった。なお、同設計書には、各種工業に最も低廉な動力を供給して、 工業の発達を図るという事業目的が書かれている。設計書を書いた後、前島はすぐに資金調達に取りかかるが、投資者がなかなか集まらなかったため資本金を12万円に減資した。1905年2月24日に推理権を獲得した後、前島は電気事業の許可申請を行う。同年十月十三日には、定信大臣から許可が下り、 10月31日に、前島平太田の7人組が、発起人となって、茨城電気株式会社を設立した。資本金は12万円で、本社所在地は、茨城県久慈郡太田町東2丁目236番地に置いた。1905年12月から発電所を建設し始めたが、水路工事が難航し、資金面で行き詰まりを迎える。そこに、 日立鉱山の電源を探していた、久原久之助が、水力発電所の譲渡を提案する。茨城電機は1906年8月に建設費の実費3万8千円とプレミアム2万5千円、3年後の買い戻し券をつけて、水力発電所の譲渡に応じた。電源は、三戸市内に火力発電所を設けることとした。しかし、この譲渡を心よく思わない。 地域住民もおり、公益を解いて、推理権を獲得しながら、個人に譲渡するとは、利己主義はだしいと攻撃する者も,もいた。茨城電機は、海外の事例を参考にし、小規模発電に適しかつ建設費も安い、サクションガス機関を用いた発電所を建設することを決める。これは、当時の日本国内では、前例のない試みであった。取引商社の高田商会を開始。 ドイツのゲルジング社から7 4 6キロワットの機関をアメリカのウェスティングハウス社から7 5ットの発電機を購入した。1907年には、ミト市北三3の丸132の133番地に7 5ットのミト発電所を竣工し、8月10日にミト市内への電灯供給を開始した。開業前の予約等数は577等で、 あったが、開業すると、直ちに増加し、1908年下期には、供給力不足に陥った。そこで1909年下期には、サクションガス機関の増設を行い、火力発電所の出力を2 2 5ットまで増やした。この程度の出力増加では急増する需要には、夜景市に水で、茨城電気は、水力発電所を、日立鉱山から買い戻すこととする。 1911年に資本金を12万円から60万円へ増資し、同年10月には中里発電所と町屋発電所を25万円で買い戻した。これと同時期に水力発電所から水戸島での高圧送電線を建設した。二つの発電所を買い戻してからは、サクションガス力発電所は予備に回されることとなる。 電力供給を確保した茨城電気は営業地域を東茨城郡九治郡中郡にも拡大する。1911年末には6511棟でしかなかった電灯需要は1914年下期には21372棟まで増加する。その後は供給力不足から棟数の増加は緩やかになっていった。 1917年1月には、水力発電所の新設のため、資本金を120万円まで増資した。当面の電力不足は、久原工業日立鉱山から受電することとし、1917年下期から250キロワットの受電を開始した。1917年7月16日には9時、川水系里川に、紙発電所の建設を開始し、 1919年2月に、竣工して3月5日から運転を開始した。総工費は293,030円であった。同発電所では、出力6 0 0ットの日立製作所製、交流発電機とスイスのエッシャーウイス製横軸、フランシス水車を用いた。1919年12月には、川尻川、水系中央川の川尻川発電所の建設を開始し、 1921年5月から運転を開始した。総工費は337,785円であった。同発電所の建設資金は1920年、下期に資本金を300万円へ増資することによって調達した。1921年5月には、中里発電所の出力増強工事を開始し、11月に完成させた。 1921年9月1日には、タガ電機と合併し、茨城電力を設立した。合併の目的は、タガ電機が所有する花抜川第一発電所、花抜川第二発電所の取得、事業拡大のための資金調達だとされる。資本金は920万円とし、本社を三戸市北三の丸に、支店を松原町に置いた。茨城電力の専務には、 茨城電機側からは、前島平が、多賀電機側からは、菓志村佐が就任することになっていたが、菓村が就任前に死亡したため前島だけが、専務に就任した。1921年6月時点での茨城電機の、伝統、電力供給区域は、以下の通り、蒸気地域を供給区域として、1919年末時点では、伝統については、 需要化18,742個に対し計45,642等を供給、電力については、計1 6 7 1ットを供給していた。水戸第一発電所の内部、ドイツのゲルジング社製の120馬力サクションガス機関と、アメリカのウェスチングハウス社製の7 5ット3小交流発電機からなる。 本発電所は日本初のサクションガス機関による発電所であり、1907年8月10日に、水戸市内で電力供給を開始した。発電所名は、水戸発電所、または上市発電所。1909年下期には、出力1 5 0ットの発電設備を新しく設け、発電所出力を2 2 5ットまで増加させた。 出力7 5ットの発電設備を第一発電所、出力1 5 0ットの発電設備を第二発電所とすることもある。はじめに設けた発電設備は1919 19年3月18日に撤去され、以後は残りの発電設備が昭和の初めまで使用された。昭和初めに撤去されるまで同発電所の所属は、 茨城電気茨城電力東部電力と変遷した。資料による最新の所言は下記の通り。同発電所の跡地には2011年時点で水戸変電所が建っており、周辺には茨城県電気事業創業の地の石碑と説明板が設置されている。中里発電所は富士川水系里川の最下流に位置する発電所である。所在地は 日立市東高知町に百9 5 5の2。基本設計は山川善太郎が行い、細部は広田誠一が行った。同発電所は茨城県内で稼働中の水力発電所としては最も古く、1907年3月から送電を開始した。運転開始直後は出力3 0 0ットであったが、1908年に2 0 0ットの増容量工事が行われ、 運転を開始した。これらを区別して、出力3 0 0ットの発電設備を中里第一発電所、出力2 0 0ットの発電設備を中里第二発電所とすることもある。1920年10月に、里川の大洪水により設備が流出したため、水車や発電機がその時期に改造され、最大出力が7 0 0ットとなった。2010年には、 水車と発電機を取り替えたことで、最大出力が八百五十キロワットまで増加した。中里発電所の所属は、区原工業茨城電機茨城電力東部、電力大日本電力関東配電、東京電力姫川電力と変遷した。資料による最新の所言は、下記の通り、町屋発電所町屋発電所は1九0 8年十二月に、区原工業によって竣工された。 春工当初の最大出力は3 0 0ットであったが発電機の老朽化に伴い1 4 0ットに変更された。同発電所は1956年4月1日に廃止された。所属は、久原工業茨城電機茨城電力東部電力大日本電力関東配電と変遷した。資料による最新の所言は以下の通り、町や発電所の隣には、 レンガ作りの町や変電所がある。変電所の所在地は、日立大田市西川地下町1382の1。同変電所は、ドイツ人によって設計されたもので、1999年には、日本国の登録有形文化財に登録された。地域の集会場として使用された後、2014年時点では、川地の文化遺産を守る会によって管理されている。 上発電所は1919 19年2月に竣工し、3月5日から運転を開始した。所在地は、日立大田市上新萩町320。茨城電機が計画から建設までを独自に行った最初の発電所である。所属は、茨城電機茨城電力東部電力第2本、電力関東配電と変遷した。資料による最新の所言は、下記の通り。 2004年11月8日には、本館、放水路及び予水路、取水所が、日本国の登録有形文化財に登録された。川尻川発電所は1921年5月に、竣工し、同年同月から発電を開始した。所在地は、日立市中央町、ともべ、茨城電機が2番目に建設した、水力発電所である。所属は、 茨城電気茨城電力東部電力第2本、電力関東配電東京電力、姫川電力と変遷した。資料による最新の所言は、下記の通り、ありがとうございます。